映画館では今日も新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか。映画ウォッチ超人シネマアンデアス歌丸が今立ち上がる。その名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン。 What did he see? What did he feel? Which movie will the Cineman Diaz review about? Movie Watchmen。 さあここから11時直前まで映画評論コーナー週刊映画辞表ムービーウォッチメンでございます。今劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人ことシネマアンデアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告するという映画コーナーです。今夜扱うのは先週ムービーガチャマシンを回して決まったこの映画、アメイジングスパイダーマン2。人気アメコミ原作シリーズの第2弾。前作でスパイダーマンの能力を手にした青年ピーターは恋人グエンとの日々を送っていた。しかしそこにニューヨークの平和を脅かす新たな敵が登場する。監督のマーク・ウェブ、主演のアンドリュー・ガーフィールド、エマ・ストーンと前作のメンバーに加え、ジェイミー・フォックス、そしてデイン・デハーン、デハーンデハーンといったいやすごい好きなんです、本当にデイン・デハーンといった人気俳優が、たちが新たに参加している。好きかもね、強調してみました。はい、ということでアメージングスパイダーマン2、まあ、もちろん非常に話題作、ということで皆さん、この映画を見たよというリスナーの皆さんからのメールをいただいております。そしてメールの量多めということでございます。あ、そうですか、ありがとうございます。ね、あ、多いね多いね、こんな分厚いね。賛否で言うと、3、褒めてる人が7割ぐらい、否定的な意見の人でも全面的にダメだという人はほとんどいなかった。評価が集まっているポイントは、アクションシーンの爽快さ、新鮮さ、いい意味で軽くテンポがいいので飽きさせない、ヒーロー映画としての基本が描かれていて、ラストには思わず胸が熱くなった、などなど。一方、ネガティブな意見もございました。悪役のエレクトロね、ジェイミー・フォックス演じてるエレクトロの扱いがかわいそう、話の軸が多すぎて全体的に平板になっている、サムライ版には及ばない、などの意見が見られた。ただし今回シリーズ初出演となった、出ました、デイン・デハーンの存在感は多くの人が評価。これ文章に起こしても全くニュアンスが伝わらない。アハーンの感じで言ってください。アハーンみたいな感じをね、入れて。代表的なところをご紹介いたしましょう。ラジオネーム、冷凍マンモフさん。アメイジングスパイダーマン2最高でした。テンポの良いストーリー展開、大迫力のアクションシーン、まさに劇場で 3D で見ることに意味がある作品だと感じました。これだけ濃い内容であるにもかかわらず飽きさせないのは、サムライミ版スパイダーマンとは大違いだと思いました。もし同じ内容でサムライミが監督していたら、上映時間が4時間ぐらいになっている、ね、いたのではと考えてしまうほど。あ、そうですか、これ方割とサムライミ版に否定的ってことなのかな。またグリーンゴブリンとの戦いの後のある展開には、と声を上げてしまいました。どうしてもサムライミ版と比較してしまいますが、まあ、これ後で言いますけど、まあ、スパイダーマン前のシリーズね、ピーターの童貞臭い恋人との絡みもなく安心して見ていられるので最高です。まあ、恋人の絡みはあるけど、要は童貞テーマが多分ね違うっていうまああっちはね本当にピューってやつ、雲糸ピューってやつだからね、本当そういう映画ですから。何度も見たかったのですが、金銭的に2回しか見られませんでした。僕はこの作品に対する不満は一切ありません。とにかく最高最高フォーということでございます。一方ダメだったという方、ラジオネーム、宮下つむじさん、初めての投稿になります。ありがとうございます。今回初めてっていう方が結構ですね多かったみたいで、ありがとうございます。アメージングスパイダーマン2 IMAX3D で2回見てきました。この方2回見てるんですよ。2回見てるのに初めての投稿なのに酷評、残念です。映画ラスト、流れるスタッフロールを見つめながら、スパイディは変わっちまったよ、ニューヨークの明日よりも明日よりも明日よりも彼女と別れるかどうかの方が大事なのかよと失望していたのですが、映画館から出た時に、あ、もともとあいつはそういうやつだったということを思い出し、自己完結、東映版、ライミ版の亡霊に引きずられていると気づきました。見に行く前日に東映版を予習図書して見てしまった私の過失はまあさておき、レオパルドンとかね、だから前も言ってたよ、なんでレオパルドン出てこないんだよって言ってる、原作と違うって言ってるね、人いましたけど、仕事で忙しい彼氏と自分の道を進もうとする彼女が別れるかどうかが話の背骨で、せっかく掘り下げがいのあるヴィランたちがメインの話に絡まず、ただの恋愛の障害物に成り下がっていたのはがっかりです。デートムービーとして見れば良いのかもしれませんが、ヒーロー映画を見に来た私にはイマイチでした。アメスパシリーズ、デートムービー、アベンジャーズライン、ボンクラムービーという風に住み分けができつつあるのではということでございますね。はい、ありがとうございました。はい、アベンジャーズラインといえばね、同時期に当然キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャー、もうだからあれですよ、もう俺が当てられないからさ、
傑作でしたね、あれね。やりゃよかったな、あれな。うん、っていう感じはあるんだけど、まあ、そんな感じで今、アベンジャーズは別ライン、まあ、同じマーベルなんだけど、別ラインでやっております。アメージングスパイダーマン2、私も見てまいりました。皆さんありがとうございました。さあ、ということで、先ほど見ましたが、IMAX 3D と、4DX と、そしてその 4DX が、要するにその、僕には、メガネがずれちゃって何が何もってなっちゃったんで、字幕 2D をもう一回見直すというね、こともやってます。でですね、で僕結論があります。結論から言えば、思ったより全然良かった。っていうか、かなりいいんじゃないか、これは。言いたいこともないわけではないけども、という。こんなバランスだったんです。まあ、要はいろいろ部が悪かったわけです。前のリブート第一作目。2012年のアメージングスパイダーマン。で、その評価もですね、今回2見て、遡って情報修正したくなる2っていうかね。一作目見たときは、まあ、なんて思ってたのが、遡って情報修正したくなる、2。これどういうことか。まあ、そのマーク・ウェブ監督、アンドリュー・ガーフィールドが、ピーター・パーカーという、まあ、リブート版のスパイダーマン。リブートって、まあ、仕切り直しスパイダーマン。の独自性、良さみたいなものね。要するにその、今回のラインの良さみたいなものが、実はでも、よく考えたらこれ、一作目から用意されてたよね、これ。実は周到に用意されてたな、という部分を含めて、今回の2で改めて、その、このラインの良さが前面に出てきたというか、1見てただけではちょっと、分かってなかったんだけど、2で改めて前に出てきた。で、まあ、一応その、まあ、こういうあちこちで話されてることであるけど、一応何が分が悪かったっていうことなのかと説明しておくならば、まあ、要はサブライミ監督版ですね、2002年から、トビー・マクガイアがピッター・パーカー、スパイダーマンを演じる、まあ、シリーズがおって、で、まあ、それが3部作あったわけですけど、まあ、この記憶がやっぱ、比較的新しい中で、リブート版が始まったので、まあ、どうしても、もう出来は関係なく、え、またっていうか、え、もうみたいな、そういう感じが、まあ、結構多くの観客の中にある中で始まっちゃったというのはやっぱあると。これがまず一つ部が悪い。あとやっぱりそのサムライミ版が、まあ、工業的にも内容的にも、まあ、ほぼ、まあ、大成功を収めてるわけですよね。特にやっぱ1作目2作目は文句なしでしょう。特に2作目はまあ傑作でしょう。うん、で、まあ、その例えば非常に初期原作のコミックの、特にその初期の原作を非常にリスペクトした作り、コミックのうるさ方のファンも納得の作りであるとか、あるいは映画版のアレンジで、先ほどね、童貞って言ってましたけど、まあそれはだから、サムライミ版の、ピーターはすごい童貞っぽいというか、もう童貞メタファーなわけですね。その雲糸ももう完全に設定を変えられて、体の中からピュッと出る。ピューッと出る。で、2とかで、精神的に参ると出なくなるっていう。ま、そんなようなのとかも含めて、まあ、すごくよくできてたし、ということです。で、まあ、確かに3、3部作目のうち3は、まあ、はっきり言って、いまいちな出来だった。とはいえ、僕はその、いまいちだなとかね、なんだかなとか思いながらも、最後、サンドマンと最後の、その、ピーターがやり取りするシーンで、僕、号泣してしまいましたからね。やっぱね、あ、こう来るかっていう。なんだけど、まあ、とはいえ、まあ、3は失敗したとかいうイメージもあるかもしれないけど、別にシリーズとして、例えばですよ、パッと見た絵のルックとして、古くなったとか、前の時代のものだから、例えば CG とかその特撮的なことが古くなった感で、ダメになったシリーズってわけじゃないじゃないですか。だから、なんでまたもう一回やり直すのっていうふうに、やっぱ思わざるを得なかった。ということで、アメージングスパイダーマンその2012年のその前作はですね、スーパーヒーローものの第一作目は別にこれに限らず半ば宿命みたいなものなんだけど、要は主人公がヒーローになるまでの話っていうのは、まあやんなきゃいけないじゃないですか。もういきなり出てきてってわけでもいかないからっていうんで、まあ要は説明をしなきゃいけない。説明。ほんとただひたすら説明を。で、それを丁寧にやればやるほど、アメージングスパイダーの場合は、まあ、その話知ってるよっていう観客がやっぱりその感じやすい状態にはなってたということですね。僕もそういう言い方をしてたかもしれません。このシネマハズラでは当たってないですけど、文部幼稚園は当たってないですけどね。例えば、まあ、そのピーターがスーパーダーマンになるきっかけとして、その、おじさん、ベンおじさんという自分を育ててくれたお父さん代わりのベンおじさんが、まあ、その自分の無責任さのせいで死んでしまい、大いなる力には大いなる責任が伴うということを学ぶという、まあ、おなじみのくだりがあるわけですよ。で、それ、まあ、それ来ると、はい、もうって、もう、その、大声で、その、重ねてやろうかみたいな感じになるんだけど、でもですね、これね、同時に、一作目のね、その、アメージングスパイダーの、何気に変わってる部分、要素も多かったんですよ、実は。その、同じだ、ああ、また同じ話やってる、同じ話やってるよっていう、その、なんていうかな、その、リアルタイムのその空気感に飲まれちゃって、そこがあんまり、僕も含めて、あんまりそこに気づいてもらえなかったけど、実は結構変えてた、要素。しかもその変えてる要素こそが、今回の2から遡って考えると、実はその変えた部分、結構重要だったね、と。意外とそれ重要だった。つまり今回のリブート版の、ちゃんと変えたなりの
意味がものすげえあるじゃねえか、結構肝じゃねえかそれみたいな、ことでしたね。前はだから要するにマイナーチェンジとか言ってたから、いやマイナーじゃないこれっていうことに気づく。例えばですね、それこそさっき言ったね、ベンおじさんをめぐるそのやりとりだって、まあまあ展開は同じなんですよ、そこまでは。なんだけど、サムライビン版とは実は微妙にその後のそのピーター・バーカーが巡るその倫理的な葛藤、ピーターのその成長のウェイトの置きどころが微妙かつ決定的に結構違うんですよ。アメージング・スパイダーマンではそこでいきなりスパイダーマンになる、ヒーローになる決意をするんじゃなくて、最初は要するにベンおじさんの復讐っていう方向にちょっとヒーローとしては間違った方向に行きかけるってしまう、でそこを乗り越えた時に初めて彼はヒーローになるっていう、ちょっとですね流れは変わっているとかですね、あるいはスパイダーマンそのものも設定ね、も変わっていると。これ結構この変えた部分大きいなっていうのは2でより明らかになるんだけど、要は今回2でより明らかになるけど、スパイダーマンは今回のスパイダーマンは、あ、なんかそのたまたま雲に噛まれちゃったじゃなくて、完全になる運命、宿命でなってんだ、なるべくしてなったんだ。今回はそれがはっきりしますけど、でも1を見直すと、あ、でもそのことちゃんと暗示してるよね、ちゃんとこうやって導かれ、カラバンに導かれていってるよねっていう、のがあったりとかですね。今宿命って言い方しましたけど、サムライブ版とは違う、まあそのキャラクター、周りのキャラクター、人物配置がまあちょっと変わってるわけですよね。それ自体が今思えばですけど、その1の時点で今回のその2の、まあ、展開、まあいろんな展開やってて結構びっくりするような展開もあるんですけど、その展開を完全に示唆していたんだ、つまり、ああ、サムライビバンとは違ってこの人が この人になっていうか、この人を前に出してるっていうことは、わかりますか、わからないよね、2ではこの展開になるんだっていうことを、特に原作コミックを読んでた人は、あの非常に有名な話でもあるので、多分アメリカに住んでそれなりにコミックとか興味ある人だったら、多分その1の時点で、ああ、多分先にはそういう展開が待ってるなっていうのは多分予感してたと思うんだけど、で1を見直すと、うわ、ずっとある意味その話してるんだこれっていう、ずっとその予感が最初から漂ってるんだっていう、話にもなるということでございます。これに関しては絶対にネタバレしない方がいいと思うので、このぐらいにしておきますが、と、いうことです。なので、あの、あっと驚く展開も原作ファンには、ああ、っていう、そうか、だからか、はい、とにかく一見前と全く同じ話を延々やってるように見えた前作も、実は独自の路線、独自の物語への伏線を丁寧に張っていたんだと、若干丁寧すぎる嫌いはあるが、丁寧に張っていたんだというのが今回の2ではっきりとしたと、なので、その意味では今回の2から、こっからがさ、本題スタートと、要するに今までは、違うレールに行きますよっていう、実はさりげなく同じ電車にね、同じこう電車に乗ってるつもりが、実はさりげなく違う方向に連れてくるレールに乗っかってて、さあこっから行きますよ、ドーン、おー、聞いてないよ、バーっていう、そういう作りになってる。なのでこっからが本編スタートです。なので、あの、ちゃんとあの前作を見てない人にも分かる作りもなってるので、は、1をその前作を 見てないという方は、今回の2を見てから遡った方が1を面白く感じる可能性は高いというふうに僕は思いました。その方が1がよく見える気がします。はい、あとですね、マーク・ウェブ監督、アンドリュー・クルーガー版のそのスパイダーマン、のサムライビ版にはなかったいいところっていうのもあってですね、これはあの最初に見た時に、あの、2012年の一作見た時に、あ、ここいいじゃん、今まではこれなんでやってなかったんだろうって思ったところがあって、これはですね、ちょうどその別冊、今出てる別冊映画秘宝、アメコミ映画完全ガイドスーパービラン編という本でですね、あの、寺沢ホークさん、まあ、アメコミもの非常に詳しい方ですけど、寺沢ホークさん、が書かれていることに、もう僕はもっと完全同意って感じなんですけど、要はですね、あの、戦ってる間中、スパイダーマンというのは、ずーっと、ほとんど独り言みたいにずっと辛口を叩いてるの。辛口を叩き続ける。で、今回はその点がまさに非常に強調されていると思うんですけど、で、あ、これがスパイダーマンだよと。で、これ、寺澤さん、このことをこういうふうにおっしゃってる。これちょっと文章長いですけど、そのまま引用しますけど、超能力を身につけたとはいえ、ピーター・パーカーは普通の若者だから、自身の変化や周囲で次々に起こる、異常な事件に対応していくために、いつもしょうもないことをペラペラ喋って正気を保っている。そういう軽妙さと、その裏にある必死さが、こそが、スパイダーマンの持ち味なのだと。こういうふうに寺澤さんが書いて、これはまさに本当にそうだと思います。僕ですね、いわゆるアメコミっていうのを、そんなに読み込んでる派というわけではないんですけど、あんまり知らない派なんですけど、唯一ですね、実はスパイダーマンだけは、
それこそあの日本で翻訳が最初に出たあの小野光生さん監修の公文社版の単行本っていうのがあるんですよ。それ最初に出た時にまだあれ多分だから小学生だよな、小学校の時にそれ全部読んでたぐらいで、ですげえ好きだったんですよ、なので割と子供の頃からスパイダーマンだけは結構お気に、もちろん東映版もリアルタイムですね、はい、ということです。でとにかくやっぱりその子供の時からの印象で、とにかくスパイダーマンっていうのはあのひっきりなしに軽口、もう戦ってる間は軽口叩くし、普段はとにかく太り言っていうか、まあ、の要するに心の中で思ってる愚痴みたいなので、もうコマが埋め尽くされてるっていう印象ですね。でそこがやっぱいいなみたいな、でどうせ僕はみたいなことばっかり言ってるんですよ、はい、どうせ分かってもらえないんだみたいな、そういうことばっかり言ってるっていうのがすごい好きで、なので2012年のその、マークウェブのリブート版を僕初めて見た時に、その部分はああこれこれこれ、確かにこれがスパイダーマンなんだよ、なんで今までの映画でこれやってくんなかったんだろうというふうに、思った、その感じは確かにありました。で、あとはもちろんですね、まあ、ここをねあの外しちゃったらもうスパイダーマンじゃなくなるっていう部分で、スパイダーマンっていうのはニューヨークの住民なんだ、要するにそのもうあの街が味方なんだっていう、っていうこと、まあ、そういうポイントもちゃんと一作目を押さえてると思いますし、ということで、まあ、今回の2はですね、まあ、要は前作のいいところは拡大して、で弱点をカバーしてきてる。例えばですね、ドア玉ね、あえて前作と同じ場面からスタートするわけですよね。なんだけどそっからいきなり、原作コミックでも正面からちゃんと描いたことがないその両親の、まあ、なんで死んだかという死因のとこ、飛行機事故の場面、その真相を描く、この飛行機事故が起こるまでのその場面が結構思いのほかド派手な場面になってくるじゃないですか。結構派手な場面になる。で、まあ、つかみは OK。つまり、あえて前と同じ場面から始まりつつ、結構早い段階でつかみをガッとやるという、要は前作が延々最初の1時間地味な設定の話をやってるっていうのの反省が生かされてる気がするのね。ここでね、構成的にも。弱点を分かりやすくカバーしてきてる。と同時に、このオープニングのですね、この両親が亡くなってしまうシーン。愛するものを巻き込んでしまう悲劇っていう、前作からずっとその話をしている、そのずっと浮上している、まあ言っちゃえば今回のリブートのメインテーマが非常にこう情感豊かに描かれる。特にそのあのガーッと落ちていく飛行機の中で奥さんのその横顔を見てるリチャード・バーお父さん、あの感じとか、このなんか感情感、このセンチメンタリズム、このロマンチシズムこそこれマークウェブだっていう風に、思ったりしました。すごくあの場面、あのカットだけでもすごい感動的な感じがしちゃいましたけど、でこうわー飛行機つまり落下するっていうこのモチーフ、この落下っていうのが今回何度となくね非常に意味深く出てきますけど、落下という同じモチーフからシーンが飛躍してふわーっと摩天楼に落ちていくスパイダーマンの背中から登場する、でまあこれはもう2作目の強みですよね。もう説明はいらないっていうことですけど、はい、ここでもまあその前作を引き継ぎつつの、弱点カバーブラッシュアップという面がこう出てると、まず多くの方が実感させる点としてですね、あのまあ、要はその雲糸を張ってスパイダーウェブをこう要するにそのスイングしてバーンとこう振り子のようにわーってってふーっつって、摩天楼を飛び回るその感覚の描写、特にこう 3D でのライド感、 3D 見た時のライド感みたいのが今回で、あと爽快感ですね、気持ちよさみたいのが今回大幅にアップしてるというふうに感じた方多いんじゃないでしょうか。でこれ多分やっぱり見せ方がブラッシュアップされてて、前作だとそのそれ多分目指してるところは今回と同じだったと思うんだけど、前回だと何だかといわゆるその FPS ゲーム的な主観視点をすごく多用してたんですね。こうスパイディの両手があって、実に自分で自分の顔見ないけどスパイディの視点、っていうカットがすごく多用されてて、その、ライド感を表現しようとしてたんだけど、今回は、まあ、3D のいわゆる飛翔感覚というか空を飛ぶふわーっとした感覚描写の、まあ、王道と言っていいと思うんだけど、要は飛んでいる人、その飛んでいるもの主体を画面の真ん中に据えて周りをぐわーっとこう動かす、その方が 3D 感覚が味わいやすいっていうのは僕ら、今パッと思いつく範囲で言うと、例えばヒックとドラゴンとかのすごくうまい 3D の使い方みたいなの、ヒックとドラゴンもやっぱりあの必ず竜が飛ぶときはちゃんと真ん中に置いてそこを中心にうわーってこう、そうすると飛ぶ感覚がやっぱすごくわっと増すっていう、感じになってると、部分スローモーションですね、ふわーっと感っていう。でその部分スローモーションっていうのはこれ後で出てくる、まあ、アクションシーンとかでもですね、非常に複雑かつ動きが速いアクションシーン、これ例えばあの、サムライビバン、それこそサムライビバンのスパイダーマン3とかだと、もうアクションシーンでやってることが上下左右ドッタンバッタン複雑すぎてなんだかよくわかんないっていうなりがちな時代だったんだけど、これを非常にまあ分かりやすく整理説明するためにも、まあスローは非常に、対応されているということで、でまあとにかくこの、3D その飛翔感覚描写っていうのが非常に大幅にブラッシュアップされてて、非常にもう単純に気持ちいいんですよ、もう、はい、でこの気持ちよさっていうのが
今回の2の冒頭におけるスパイダーマン、もちろんその中身はピーター・パーカーっていうかピーター・パーカーですけど、ピーター・パーカー君がの気持ちと一致してるわけですよ。彼がそのもう一番そのヒーロー家業っていうのを心から楽しんでる瞬間っていうその心情と一致してるから、もうものすごい気持ちいいわけです。まさにそのヒーローになった気分になるシーン、で冒頭ですね、そのポール・ジアマッティがですね、ね、ポール・ジアマッティですよ、サイドウェイとかのポール・ジアマッティですよ、がですね、まあ、こういう言い方させてください、彼のキャリア史上突出した低 IQ 演技を見せる、もう徹底して頭の悪い演技を見せるですね、演技として頭が悪い感じね、頭が悪いキャラを演じてるんだけど、演技としても若干頭が悪い感じ、俺様なんつって、アレクセイ・シツェビッチ、まあ、要するに後でライノっていうね、そのヴィランになっていく、悪役になっていく、その戦いでもですね、前作以上にですね、これね、あのバックスバニー的って表現させてください。これね、あのコミックの方のリブート、でですね、まあ、あのブランニューデイっていうリブートも、あのコミックもリブートしてるんですよ。ワンモアデイっていうそのシリーズのあれで話で一旦設定を全部リセットして、その後ブランニューデイっていうシリーズが始まって、そこであのもう一回リブートしてるんですけど、コミックのも、そこでリブート そのブランニューデイの編集長っていう人がですね、これ日本だとショープロブックスから出ている日本版の一巻に収録されてるんだけど、今回のリブートの方針として書いてる中でいろんなこと書いてるんだけど、その中でやっぱりスパイダーマンはこういうこと言ってる、ピーターがコスチュームを着ているときにはとにかく面白いジョークや会話状況を最低でも一つは入れること、そうしないとダメだってこと言ってる。でスパイダーマンはこう言ってる、スパイダーマンはスーパーヒーロー界におけるグルーチョ・マルクス、あるいはバックス・バニーだって言ってるんですよ。で今回のその、ポール・ジアマッティのあのトラック、走ってるトラックのところに最初に絡んでくるところのもうスパイディはもう完全にバックス・バニーですよね、要はあのおちょくり方、要はあのバックス・バニーでいう What's up, dog ってやつですよ、日本語で訳すあの役だったのドッタの先生ってこういう訳されてるやつ、あの感じで、まあ、すげえうざい感じで絡んでくる。あとそのスラップスティックギャグ感も非常にルーニー・トゥーンズ的、そのワーナーアニメ、あの特に車の中のあのドタバタ感とか、あとそのさ最初にこう来て窓から覗く時の足の位置がめちゃくちゃだとかさ、ああいう感じすごいやっぱルーニー・トゥーンズっぽいドタバタ感だと思うんですけど、まあ、とにかくそのあのあこれこそスパイダーマンだっていう感じがもう全開なわけですよね。ふざけてかかんなおいつっていう、で、まあ、この場面もそうだけどですね、あともう一つこれも特筆すべき部分、これもあのメールで多分褒められてる方本当多かったですけども、全体にはっきりとですね、要はそのヒーローものの王道ってこういうことだろうってこと、一回ちゃんときっちりやろうよってことをちゃんとやってるわけですよ。僕前から言ってますよね、アイアンマン3とあとマンオブスティール表で僕言いました、人命救助というヒーローの第一義的活動、正義悪が何か正義が何か分からなくなった時代ってね、ヒーローがうじうじしだしたけど、これだけははっきりしてるだろう、人命救助っていう、だからヒーローものは人命救助シーンっていうのをもっと手らいなくちゃんとやるべきだっていうことを、僕言いましたけども、その人命救助というヒーローのもう何より大事な第一義的な活動とですね、それに喝采を送る市民という構造、これをもう非常に意識的に打ち出してる。要はスーパーヒーローものの王道をきっちりやろうぜっていう意思がはっきり見られる今回は、でやっぱこれは見ててですね、ああやっぱスーパーヒーローものはこうだよ、さっき言ったようにスーパーそのわーってこう飛ぶ感覚、スーパー感覚、ヒーローになった感覚の爽快感と、そしてその人助けという絶対にやった方がいいことと、そしたら絶対にやった方がいいことをやった結果人気者だっていう感じ、要するに気持ちいいっていう感じですね。ヒーローでやってよかったっていう部分をちゃんと描く、やっぱこうでねえとって思いますし、そしてここがやっぱ今回よくできてるなと思うのは、僕が今言ったこと、このことがまさに今回のメインのヴィラン、悪役を生んでしまう、人を助ける、そしてそれに喝采、市民が喝采を送る、この二つこそが今回のメインのヴィランを生んでしまうという構造も、ああうまよくできてるなってよく考えたっていうふうに、非常に思います。あとまあここも大事、コスチュームがリニューアルされてるんですよ今回、前回のアメージングから。でなんつうか今回のリニューアルされたスーツはですね、今までのそのサムライ版も合わせて今までで一番普通にスパイダーマンらしいスパイダーマンのルックスになってる、つまり、古臭くない絶妙なバランスで、余計な現代アレンジをしていない、そのすごい体が細身なところとかも含めて僕の印象では今までで一番コミックマンマ感があるっていうか、あ本当にこう服、まあ、軽口叩くところも含めて非常に合ってるっていうかね、あのすごく筋肉ムキムキとかじゃないところとか、普通に布地感とかさ、わかる？あんまりこうメタリックな感じじゃないみたいなとこも含めて、はい、そういうとこもすごくすごく今まででそういう意味ではルックスは一番納得度高かったですし、であとその体型も含めてやっぱりアンドリュー・ガーフィールドのピーター・パーカーはやっぱすごい合ってるんじゃないかと、マジで花がないとか
とかも含めてまあいいかな。あとやっぱりですね、そのグウェン役のエマストーンとこの人はあの 実生活でも恋人同士なわけですよ。だからこそのあのセリフ上そういうことを言ってなくても分かるイチャイチャ感セリフ上は喧嘩してるのにイチャイチャしてる感じが出るみたいのは、今回ねその後ほど言いますけどデイン・デハークもそうだけど、セリフ上そういうこと言ってなくてももう出てきただけでそう見えるから大丈夫、説明いらないっていう感じもいいと思うんですよ、この二人のね、例えばさ、まあ、例えばもう友達でいましょう、友達でいましょうって話してるのに、そっから先から始まるあのイチャ好きで、その中でほらあの鼻をこするの禁止、その鼻をこするのその仕草可愛いから禁止で、本当に実際にそのエマ・ストーンの鼻が赤くなってるみたいなさ、あれ鼻をこするの禁止アドリブだってさ、この野郎ってこの野郎こういうでね、しかもこういうその自然なイチャイチャ感っていうか、そのそういう空気感はラブラブ感みたいな、当然まさに500日のサマーのマークウェブ、アメージングスパイダーマンのじゃなくて500日のサマーのマークウェブ本来のパワーこの部分ってことじゃないですかね。はい。でですね、さっきのメールの気持ちもわかるんです。あの否定的な意見。正直僕も初見の時ですね、彼らのその恋愛エピソードに なると、毎回そこのところになると、毎回話が停滞するなと、いう感じはあったんですよ。まあ、チキシャーかも含めて、思ったんだけど、最後まで見ると、それもこれも全部、実はちゃんと伏線だったんだなと。いうことがわかる。これもう本当にネタバレを避けなきゃいけないからもう言えないけど、要は今回そのものすごく抽象的な言い方をするなら、時間の進みは止められないっていう話ですよね。そういう残酷な宿命でありという話なんですか。だからこそこの場面で話が停滞いちいちするっていうのが、停滞しても思えた見えた時間っていうのが愛おしく思い返されるっていう構造があるわけなんですよね。だからねということ、はい、ちなみに今回上映時間142分もあって、これスパイダーマン映画史上最長なわけですね。まあ、はっきり言って長すぎだと思います。でこんなに使ってんのに、正直やっぱりですよね、確かにでもその不満の人もわかります。正直十分に全てのエピソードを消化しきれるとは言い難い部分もあります。でこれはですね、一つにはやっぱりその今いろんな映画監督がドラマシリーズにこう主軸を移しつつあるなんていう流れがありますけど、これドラマシリーズだったらこれだけの要素の詰め込みっていうのがすごく有効に働いたかもなと悲しいちょっと想像もしてしまいましたけど、はい、テレビドラマシリーズ的な要素の詰め、要するに今時の観客はこれだけいろんな要素、いろんな先にのような予感を詰め込まないとテレビドラマが今をこんだけ盛り上がっちゃってるからっていう、なんかそういう脅迫観念もうちょっと感じなくはなかった。でですね、それがすごく目立つのがですね、ジェイミー・フォックス演じる マックス・ディロンというね人、まあ要はエレクトというね悪役になってしまう人、これですねちょっとね、一応誤解を招かないように言っときますけど、このヴィラン、このエレクトロという役がすごく魅力的にこの2の中で立ったからこそなんですよね。こんだけ魅力的に立ってたのにっていうことなんですよ。まあ要は冴えない科学者が一方的にその、まあ、主人公に憧れた逆切りし、これね、これ例えばバットマン・フォーエバーのリドラーね、思い出すななんてこと思いますし、あとまあやっぱりその社会の片隅で疎外感とその孤独を感じながらこう細々と生きてきた弱者が、ヴィラン、悪役になってしまう、ある意味社会に対しては被害者でもあるという意味では、僕はやっぱバットマンリターンズのキャットウーマンとかペンギンとかも、連想的でもあると思いました。まあ元をたどればもちろんこれフランケンシュタインの怪物なわけですね、彼自身もまた哀れの存在であるという、ことですね、なんだけど、要はまあこのエレクトロ、要するに観客がすごくついつい思すごく思い入れてしまうタイプのヴィランな悪役なわけですよ。で特にあのタイムズスクエアのシーンね、ここあのタイムズスクエア全部セットだったんですからすごいですけどね、あれね、まあまだ正気を保ってた彼がね、まあそのスパイダーマンにこう説得されてですね、されかけるんだけど、そこでハッと気づくと周囲のその街頭ビジョンに自分がこう映っている、注目されている、人生で初めて注目されたっていう悲しい、あの場面の切なさ、これ後で言うデイン・デハー君の出世作クロニクルの僕を見て超人僕を見て超人の切なさとすごく重なると思うんだけど、でここですね、ここ音楽のそのハンスジマーと今回ですねハンスジマー軍団ザ・マブインフカント6っていうですねもうすごいメンツの、チームがいて、ここの音楽の高まりもすごく良くてですね、すごくまああのなんかセッションでこう、その後セッションさせてハンスジマーが、後で作ったなんていうのはあの長谷川町蔵さんが映画表で書かれてて、あそうかなんてすごい変わった作り方してるみたいなんですけど、要は王道映画音楽的なそのクラシック要素と、あとインダストリアルロックみたいなドーンガーンみたいなやつと、それこそエレクトロ的な要素と
あとヒップホップがこう融合されたようなすごい凄まじい音楽がある、でですね、ちょっと音楽聴きましょう、ちょっと流しましょうね。ここでね、その、ハンス・ジマーとマグニフィカント6、ザ・ジ・エネミーって曲だと、このファレルがね、ファレル・ウィリアムズが、このマックス・ディロンの内面をポエトリーディングス風、ポエトリーディング風にこう言ってるわけ。あいつは嘘ついた。あいつはお前のこと嫌ってる。みんな敵だーみたいな。こうやってだんだん、こうやって盛り上がってって、っていうことですよね。これもちろん悪役が暴走するシーンなんだけど、ここには確かにですね、押さえつけられ、その抑圧された存在がレッドイットゴーする瞬間、まさにレディーゴーする瞬間のカタルシスも確実にあるわけですよ。まあ、キャリーとかもそうだと思うけど、で、まあ、それと対決するそのスパイディのまずは説得で、しかもその説得が裏目にあるある説得からの人命救助からのニューヨーカーと協力してのトンチで退治って、この流れもすごくいい。そこでわざわざヘルメットとホースね、ホースをこう西部劇風にくるくるって回すとか、そういうのもすごくらしいし、で非常にそういう意味でエレクトロにまつわってすごくいい感じで盛り上がってるわけですよ、このキャラクター。なのにですね、だったらその幕引きももう少し感情移入の余地というかですね、時間をちょっと作ってくれて、もっとああいうふうにはああいうふうに感じましたね。すごくいい線行ってくれてただけに、ちょっと最終的にちょっと物足りない感が残ってしまうっていうのは本当にあったと思います。で、それもこれも終盤にもう一個さらにグリーンゴブリンとのダメ押し的スクライマックスがまあつくからなんですけど、まあもうだいぶちょっと時間なくなってきちゃったよ。クソ、デイン・デハーンについて、もういい、もうデイン・デハーンについてはこれだけで分かってくれ。デイン・デハーン。まあクロニクル、プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ、ね、表紙的に参りました。ベニチオ・デルトロの目をしたディカプリオと言いました。要するにもう危うい生まれながらの宿命と怒りと孤独を溜め込んだ青年ですよ。もう彼に関しては出てきた瞬間にもうその全てが、今僕が口で説明したことの全てがもうわかるじゃないですか。なので説明がいらないという良さがある。少なくともジェームズ・フランコのいいやつ系バリーとは違うっていう。あと服の着こなしとか最高でしたけどね。まあその細かいこと言ってきたい。グリーンゴブリンになってからももうちょっとかっこよければなと思いましたけど、あえて言えばピーターが血をやるのやらないのっていうところがの、その下りがちょっと弱い感じがしましたね。あのね、前作でのコナーズ博士との下りがあるからっていうのはわかるけど、後半明かされるある事実、まあここでのニューヨークトリビア感っていうのもすごくスパイダーマンっぽくていいんだけど、要はピーターだからスパイダーマン化しても安定してるだけであって、他の人じゃ危ないっていうような理由を、要するにピーターは知ってるけど、でもほらスパイダーマンであることを明かせないから言えないだけで断ってるとか、その明瞭な理由がなくて、なんか危ないしか言わないと、ちょっとなんか観客もさ、だって死ぬって言ってんだからやれよみたいに思っちゃったりちょっとしましたよね。あとルックス戻るのかよっていう。まあ、それもありました。はい。あともう一つ気になるところだとね、ラストのラインの線。ね。すごくそこに至る流れは感動的だと思います。特に時間経過描写とか、冒頭の展開がそのちゃんとそのエンディング、その最後のその流れ、ピーターが再び復活するまでの流れの、伏線になってるとか、とってもうまいんですけど。で、もう絶対に、あ、この場面絶対俺死ぬわ。泣き死にするわと思って臨んだんですけど、あのさ、銃を乱射している、犯人がいるところで、いくらなんでも、いくらニューヨーカーも、野獣まで近くでは感染しないだろう。流れ弾が飛んでくるかもしれないとこで。まして、あの展開、わかります？もう言いませんけど。ちょっとあざとすぎる。いくらなんでも、とはちょっと思いましたけど、その後のスパイダーマンの、スピーカーを持ってのコメントがすごくらしい気が利いたやつだったので、オッケーっていうね。すべての才を代表してっていうね。よかったと思います。ということで、言いたいことがないわけではないが、それもこれも本作が予想以上に、要するに2012年の、最初のあれ一作目からする予想されたのよりはるかにいい線を言ってくれたからであって、改めてそのマークウェブ版の今回のそのシリーズの評価が、改めて上がったからこそのちょっとこう、重箱みたいなことを言いましたけど、基本的には僕は、大変、今時のアメコミ映画としては大変満足させていただきました。お腹いっぱいでございます。ちなみに IMAX にはついていませんけど、エンドロールの途中で X メンの今度のフューチャー&パストの関係ない、なんかがつくと、あれはひどい。関係ないんだもん。あれはひどいです。はい。ということで、IMAX 版ね、見ると、そういう興ざめもなくて済みますよ。はい。ということで、非常に僕は良かったと思います。3D でぜひ見ていただくのがおすすめでございます。アメージングスパイダーマン2、ぜひ劇場でウォッチメン。来週扱う作品を決めるムービーガチャ CM の後。